ちら衣食住ラムです。今からですね岐阜県高山市の方にまで、走っていきたいと思いますが、途中道の駅でちょっと仮眠を取りたいと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、今22時15分、道の駅ロックガーデン七草だね、岐阜県、65キロぐらい走ってきましたね今。今から高山の方に向かっていくんですけれども、昨晩ちょっとここで仮眠させてもらいました。結構広い駐車場で、横には川が流れてて、桜もちらほらと咲き始めております。まあ、ここは24時間使えるトイレもちろん使えるんですけど、もちろんトイレウォシュレット完備で自動ドアで開いてということで、非常に綺麗なトイレでした。まあ、ここ結構41号線ということで、トラックまた乗用車が多く通られる道でもあります。隣には日本最古の石博物館っていうのもありますね。まあ、それでは高山向けて走っていきたいと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ちょっとこれ横幅が狭いかな。この先しばらく道なりです。荷物もさ、鹿置きじゃなくて倒れたりするからさ、お金やすい。高山到着しました。はい、ここの駐車場は30分150円。夜中は8時から朝8時まで1時間50円だね。マックスどのこのっていうのない。まあトイレもあって、
まあここが綺麗なところですね。はい、今から宮川の朝市を高山別院っていうちょっと帰り寄ってみますか。ここはここは高山の商店街だね。これ豆天狗って俺だ。そう、ね、あれ買ったやつだ。この豆天狗さんはね、この前道の駅で生麺が売ってましたんで、自宅で食べてみましたけど非常に美味しかったですね。この高い建物の中にですね、高山祭りで使う屋台が入ってるみたいですね。中に出汁が入ってるんだよね。なんか大きい鳥居ない？大きい鳥居を発見したので、ちょっと行ってみたいと思います。うわ、川綺麗だよ。川も綺麗。撮影してる人って大きいよ、子供のとこ。うわぁ、あ、鯉がおる。鯉がおるわ、鯉が。鯉が泳いでるわ。綺麗だね。前ここで酒買ったんで、朝ら。あ、ここにもある。
なんかここ入ったよね。うん、ここもう入らないもんね。3個で500円。3個で500円。え？赤カブあるね。これとこれ。甘酢だよこれ。いい。で500円。はい。あ、はい、いい？うん、はい。ありがとう。はい、はい、ありがとう。豆もちが。耳？耳？あ、私くん。くるみとも豆。この二つはあの塩味つけてます。焼いてそのまま食べてます。豆。ではこれと。これで。700円でした。これあの食べやすいのなので早めに食べてください。早めにね、はい、冷凍しちゃえばいい、残ったら冷凍してもらえれば。はい、ありがとうございます。お、昨日と。こういうの餌なの？ここに餌やるの？うん、南蛮、キノコ、サルボボ、サルボボは、何これ？大根。こんな形で干してやるんですか。昨日と。いらっしゃい。どっちからのナップ。おー。神社由来？祭りがある。こっち。わかんない。飛騨牛を焼き肉。
お、みたらし団子出たよ。食べる。中橋、うんうん、そうですね、ようやく春の、はい、ここかな、ここかな、ここかな、トウモロコシとか小エビ、サクナ、一番204、焼きたてなんや。箱にも入れますよ。クリームも混ぜて箱に入れてます。いちご大福は売れてますね。これ今持ってきたてあったかいから途中で食べてくれます。うちの子が作るんや。あ、ありがとうございます。珍しいね。あれ大根かな？珍しいな。まず元味噌はこんな風にして作ります。巻きで引いたいて。がこちらになる。でこちらのおかず味噌は9種類はみんなご飯に塗れるんです。すぐ。ご飯。そうそうそう。キュウリにつけて食べながら。そう、キュウリにつけて食べたり。あとは味噌ラーメンにちょっと薬味感覚で溶かしてみたり、あのニンニク系なんかは。で今の時期だとこのフキノトウ。これがもう春の庭見たやつ。これが非常に体にいいし、一回は入れてもらうと1年間元気で。あ、そうなの？うん。え、大体ここ、これ、一番人気あるのって全部です。あ、全部。はい、全部。人気のないものは、ね、作らん方が。ああ、そういうこと、うん。お金もらう商売ですから。あとは、まあ、好みってことはあるんですが。うん。で、まあ、うちのお店で考えて作ったってやつは、カレー味噌ってやつ。これ？そう。それはもう、これもご飯に、ご飯にかけて。ご飯でもいいし、トースト、パン。うん、ああ。あとは鶏肉を焼いてソース感覚でつけるとか。うーん。で、えごま味噌。これは五平餅のタレに使う。あ、これ？これは、ここは。でもみんなね、体に。これとこれって一緒なの？一緒。あ、一緒。一緒で、ちょっと見上げ、人にあげるときは見栄えってことも大事ですから。袋入り。グラムは一緒なの？グラム一緒。あ、はい。なんかじゃあ真空パックの方がいい。そのフキノトウとピリ辛ニンニクが欲しいな。一つ250円ですが、うん、4つ買っていただくと900円サービスです、うん、はい。まだ買ってもいい10個くらい買えそうやっていう人は10個で2000円です、うん、はい、今高山陣屋前ですね。今日中に入ってみたいと思います。はい、こんにちは。はい、OK です。はい、一番の窓です。はい、OK です。大人440円、高校生以下は無料になっております。あ、こっち。またこれ。おはよう。あ、これ。花餅だって。これ餅。うん、この暗いところ読むね。雪が綺麗な雪じゃん。雪が、わぁ、おぉ、
これ入り口か。出勤口。湯飲み。これも何だ、トイレ。トイレ。見えるかな、トイレ。これが。おしっこ。禁止。日本ください。グッサンチが来たか。ん、グッサンチ一本でいい。何、ピスタチオ。ピスタチオじゃない、グッサンチって言った。いやいやいや、ありがとう。グッサンチね。レトロミュージアム。高山では有名な中橋ですね。よくテレビにも出ますけども、人力車も走っております。はい、いきなりスバル360ですね、これは。飛騨高山レトロミュージアム。来ましたね。ミゼットも置いてあります。これ何？これ、いや、これ入っていい？ほら、時間差で。私ほら今歩いてる。ここのミュージアムの上にね、カメラがついてて、 YouTube でこれライブ配信されてますわ。ちょうど今それを撮ったとこですけども。ただこれ、ただどこに書いてある、この中に書いてある。あ、これじゃないのか。どっから入るんかな思ったら、これ裏でしたね。ここは表がありましたわ。こっから入るんですね。なんか懐かしいですね。本当に昭和の時代に戻ったような気分にさせてくれますよ、この店は。いいですね。
デンバット30円昔10円だったよ。よくこんだけ集めましたね。本当にすごい。感動しますわ。さっきソフト麺がどの子になってるのか。ソフト麺もあったね。揚げパンとかソフト麺とか、小学校の頃出てた給食がここで食べれるみたいですよ。今の子供たちの給食ってどんなんなんですかね。ソフト麺ってまだあるんですかね。お城と同じように急な階段ですよ。ここも城に来たみたいな。よいしょ。あ、加山雄三だ。ほとんどがですね、無料で遊べるゲームとかパチンコとかいろいろあって楽しいですよ。あ、ギャラクシャンじゃんこれ。違った？ガルチアクラブはまあ
どれ？ああこれね。そうだね。あれでこうやってこうやってとかつってやっとったから。忘れちゃったけど。懐かしいクレーンゲームが1回10円です。終わっちゃった。挟んだんですがね、タイムアウトです。あそこまでじゃない、いや時間なんだよ。もう一回やってみる、うん、あんたがやってみる、やって、これだよ、そこであの落とさないとダメだよ、そこで落とさないと落とせない。いやいやいい、落ちた落ちた。はい、スーパーボールをゲットしました。できないじゃない？さっきここら辺から。お、ああ。
平らだもん。すごいね、面白いね。これいろんなのあるね。トイレ行きたいな。うん、行こう。もう、なんか食べる？うわ、もう、行こうや、もう。うん。次回もですね、高山の散策が続きます。後編にこうご期待ください。ご視聴ありがとうございました。